はい、皆さんこんにちは。メガバスプロスタッフの杉村です。今日はですね、5月の下旬、バスの状態でいうとほとんどアフターの状態に入った、感じですね。そんな琵琶湖で今日はメガバスのニューアイテムを使って、実情を踏まえた解説をしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。シャイナー、よいしょー。うわー、めっちゃいい。そこ行けよっしゃ。はい、いいよ、シャイナー。はい、今使ってるのがですね、メガワスのニューアイテム ITO シャイナーですね。で、今はですね、東岸の大体 1.78m のハードボトムエリアに来てます。で、5月の下旬になったら目視してね、エビモのパッチが点々と見えるんですよね。そのエビモのパッチに、とりあえずキャストでルアーをちょっと潜らしてあげてエビモに持ってきてあげる。で、その上でショートピッチのジャークを2回ですね、繰り返してあげると、そのエビモからバスを、呼ぶっていうような、呼んで釣るっていう、浮き上がらせて食わせるっていうのをやってます。で、とりあえずこうキャストしてもらってエビもまたぐようにキャストしてもらって、その上でショートピッチのジャークでだいたい2秒ぐらいで、エビものパッチがこうかなり合うんですよね。で、1回1回 4,5 秒のポーズをしてたら結構時間もあれなんで、こうジャークで2秒ぐらい止めてあげる。まあ 2,3 秒ですかね。で、ジャークで、その次のエビモのパッチが見えるならそこまでルアーをグリーンと巻いてもらって、で、その上でまたジャークっていうのを繰り返すっていう釣りです。はい、で、僕が ITO シャイナーで使ってるのが F468X7 のサイクロンアドバンテージです。で、琵琶湖においてこの手の 130mm クラスの、ミノを投げるのにすごい遠投性能にも出てて、アクションさせるとしっかりこのルアーの水押しを竿でしっかり受けてくれるそうなんで、僕はこのサイクロンアドバンテージを使っています。ラインはドラゴンコールの、マイルドクローの14ポンドを使っています。で、この ITO シャイナーを使うのに、至ってちょっと注意点というか、気をつけたいこと、まあ、ジャークウェイト全般に言えるんですけど、とりあえずこう、まあ、キャストしてもらいますよね。で、よくあるのがこういきなりこれぐらい強いジャークしちゃうと、せっかくこの ITO シャイナーちょっと中目のリップついて先行振動潜るのに、もう強めのジャークをこんだけ強くしちゃうと、潜るものも潜らなくなっちゃうんで、ジャークウェイトの基本として思ってるより、琵琶湖のジャークウェイトは思ってるより緩めにジャークしてあげる。ポンポンぐらいですね。ちょっと緩めのジャーク。これがちゃんと、リップ部分、先行振動を潜らせるコツ。こういう強めのジャークをしないっていうのも、まあ、一つのコツ。あとは、キャストしてもらって、ちゃんと先行振動だけ潜らしたかったら、最初に30センチでも、もう40センチでも、ちょっとでもいいんで、グリグリって最初潜らしてあげること。で、丁寧にジャークを繰り返していってあげると、きっちり 1.5 メーターラインまで潜っていくので、丁寧にやってあげるのがコツ。
こいつも結構グッドサイズですよ。ブランディングで怪我するの嫌なんで、はい結構でかいしよっしゃさはい、起用したいな夕方に連発これも3つついてるんで無理はせずに危ないんでタモで食います。はい、起用したいなで連発47センチガリガリですけどね。よかった。はい、起用したいな僕が大好きなワンテンプラスワンと先行振動がかなり似てるんですけど、何が違うかなんですけど、ワンテンプラスワンは、ワンテンはパワージャークベースですよね。ワンテンプラスワンは、かなりキレが、ワンテンの動きにプラスされてシャットライクな、よりシャットに近い動きするんですね。でシャットに近い動きをするワンテンプラスワンと、同じような先行振動のパワー系のジャークベイトが IT 用シャイナーですね。パワーで水をどんどん押していってバスにアピールするルアーで、ワンテンプラスワンと、こちら IT 用シャイナーの使い分けとしては、比較的リードの薄いところでワンテンプラスワンを使います。で、リードがモリモリしてて 1.5 メーターラインにモリモリしてるようなところで IT 用シャイナー、こちらがリードに刺さってもパワーでリードをズタズタ切ってくれるような、かなりパワー系の2のになってますので、そういう使い分けをしてみてください。